オリンパス株式会社未来創造研究所は、お台場にある日本科学未来館で行われたデジタルコンテンツエキスポ2008にモバイルアイトレックの試作機を展示しました。こちらはですね、モバイルアイトレックという製品でして、超小型に作りましたヘッドマウントディスプレイになります。特徴はですね、超小型に作っておりますので、日常生活で常にかけて使えるようなものを目指して開発を進めています。瞳分割方式にてシースルー機能を作り出すという全く新しい発想で実現しました。瞳孔の手前に配置したわずか幅 3.2mm の小型光学バーで LCD 像を投影するため、外界視野を 100% 確保しながら 50cm 先に 3.8 型の視野枠のない画面を見ることができます。日常常につけて使っていただくというものですので、例えば位置に連動した情報を逐次表示したりですね、あとはメールなんかの情報ですと、わざわざ携帯電話を取り出さずにこちらで視線を向けるだけで確認することができるようになっております。オリンパス株式会社未来創造研究所は、同所が提案するインスパイア型指揮タスサービスの特徴的デバイスであるウェアラブルディスプレイモバイルアイトレックを、ヘッドマウンテッドディスプレイでは世界で初めてとなる完全ワイヤレス化にしました。この試作機はいつでもどこでも常時着用して、ユーザーが行動するきっかけを与える情報をリアルタイムで取得することができます。本試作機は未来創造研究所が進めるインスパイア型指揮タスサービスの研究に応用し、2012年をめどに実用化を目指します。Digging for News.